毎週一筋縄ではいかないゲストをお迎えして、そのゲストが歩んできた様々なその筋の話を聞いていくコーナーです。早速ご紹介いたします。本日のゲストは映画監督の樋口真嗣さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。いや、 TBS に来るまでタクシーに乗ってたんですけど、そこで流れてて、もうはい、玉結び、で、あの寿交通の荒木さんというアナウンサーの、アナウンサーで、ドライバーの方は、もう小林さんのことが大ファンだっていうんで、荒木さん聞いてますか。荒木さん、荒木さん、本会を解けたぞ。ありがとうございます、荒木さん。そして樋口さんもありがとうございます。ちゃんと来る間に聞いていてくださって、TBS ラジオ。で、急に名前呼ばれたんで、うわ、俺だみたいな。いいですね。ありがたいですね。樋口さん、実は私、以前、ウルトラセブンの上映会でご一緒しまして、すごかったんです、樋口さんが。その場でヒーローショーが始まったんですけど、はい、撮影禁止だったんですが、樋口監督が iPhone を取り出しまして、自主撮影会を始めるという。いや、目の前でウルトラセブンとゴースト星人が戦いを始めるんですよ。そりゃ撮らなきゃね。目の前ですもん。撮影禁止って言っておきながら、樋口さんが撮ってたっていう、すごくいい場面を拝見しました。そうやって社会性がないってことは、みんなすごいほっこりしてます。ありがとうございました。それでは樋口真嗣監督のあらすじとその筋をご紹介しましょう。1965年東京都の生まれで現在49歳です。高校卒業後、映画ゴジラをきっかけに制作現場へ飛び込むと、特撮やアニメなど数多くの作品に貢献。95年には、特技監督というのがあるんですね。特殊技術の監督。なるほど。特技監督を務めたガメラ大怪獣空中決戦で日本アカデミー賞特別賞を受賞され、日本を代表する特撮監督として名を馳せます。その後、映画ローレライで監督デビューを果たすと、日本沈没、ノボーの城など大作を生み出してきた樋口監督。この夏の話題作、進撃の巨人アタックオンタイタンでもメガホンを取られるなど、今最も注目をされている映画監督でいらっしゃいます。そして当番組玉結び調べによりますと、樋口真嗣監督のその筋は、その1、怪獣図鑑でたっぷり妄想、日本沈没にはまりプラモデルのお城を爆発させていた子供時代の筋。その2、映画業界ではスピルバーグ並みの伝説を持つ男の筋。その3、アニメ嫌いの少年を変えた宮崎駿作品の本当にすごいところの筋。その4、技術が進んで簡単になったって、いやいや特撮も CG も辛いよの筋。その後、ついに明日公開、進撃の巨人アタックオンタイタンの筋と5本の筋が張っていらっしゃいます。はい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 。ということなんですけど、これね、持ち時間20分って聞いてるんで、はい、1筋4分ぐらいで喋んなきゃいけない。もうね、監督 の TBS ラジオ愛も語りたいって言ってる、ね、ありがたいですね。いや、もうそもそもね、僕は別に監督なんかなりたくなくて、小学校の卒業文集で将来の夢あるじゃないですか、はい、あそこでラジオのアナウンサー、しかも TBS のラジオのアナウンサー。素晴らしい、ありがとうございます。やっぱね、最初に、ね、抱いた夢って叶わないって正しいんですよね。で、毎回 TBS さんのラジオにこうやって出させていただいて、毎回言うんですけど、はい、あ、なるほど、今度やりましょうって言うんですけど、絶対その後連絡がないんです。で、今回はすごい念押しして、今回特に今までオンマイクで言ってなかったんですよ。フラッグで言ってたんですけど、今回ね、もう貴重な、この、私は進撃の巨人の宣伝をしなきゃいけないんですけど、それを割いて今回アピールしますけど、私は TBS ラジオのアナウンサーになりたかった。それはどうしてですか？当時ね、やっぱり朝の5時ぐらいからやってた番組、朝からずっと友達もいなくて、悲しかったですね。でしかもなんか結構越境通学で早起きしなきゃいけなかったんで、そうですね、そうするとラジオしか友達がいないんですよ。でそうするとなんですか、朝やってる番組を聞くんですけど、はい、そこでのね、久米宏さんのラジオが素晴らしかったです、朝の番組やってる。それが本当にね、もう見事な、なんか、面白い語り口で、で、結構スレスレなことも言ったりとか。はいはいはい。で、それが、まあ、今でこそね、本当その後、ピッタシカンカン、そしてザ・ベスト10、そしてニュースステーション、で、今やね、土曜日の番組やられてる。ラジオなんですけど。本当に、まあ、誰も、久米さんのこと、俺もその後、ピッタシカンカンで初めてお顔拝見するぐらい、はあ、顔と声のギャップがすごかったんです。やっぱりラジオのイメージがまず先行してということだったんですね。ずっとですよ。ありがたいですね。東吉夫さんから何から、小島一慶さんから。そうですよ。ね、TBS ラジオの歴史をずっと聞いてらっしゃったわけですよ。大川優里さんやね。そうなんです。レジェンドですからね。いや、ね、もう。そう。今もお仕事されながら聞かれてますか？時々聞いてますね。ありがたいです。あの、
ポッドキャストとかポッドキャストなんて今日もこれポッドキャストになってますか、ラジコつのもありますしね、いろいろあるんですよ。今、ね、こうして TBS ラジオを盛り上げていただきましたけれども、はい、私たちは早速じゃあ進撃の巨人の方の盛り上げからいきましょうか。すごいですね。玉さん、はい、ご覧になりましたか。見ました見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。私も拝見しました。いやーもうピエール時また出てやがんな。ローレライの流れみたいなね。うん、そうですよ。すごかったです。いやー。びっくりしました。まあ、あの世界観も、私、漫画は見たことなかったんですけれども、とにかく、度肝を抜かれましたね。聞きたいことが山ほどあるんですけど、まず、あの巨人のオーディションは、どういう感じだったんですか？大変でしたよね。もう、とにかく、条件がいくつもあるわけですよ。はいはい、まずは、あれです。ニプレスとティーバッグで、一日過ごせる方とか。乳首はないんです。ちょっと待ってね。武士軍団行きゃよかったんだよね。なんだからさ。そういうことがあるわけですよね。そうですよ。そう、城壁といいますかね、うん。巨人が出るからってことで大きな壁を作ってこう。もうね、隠れるように生きていたわけですよ。映画見てからサウナ行ったらみんなね、巨人に見えちゃうあのおじさんたちが。ああ、食べられちゃうんじゃねえかと思って。そうなんです。その体の線がいいよね。その巨人があるとき、急にね、城壁を破って入ってくるわけですけど、それがもう、だらしのない体だったりね。そうそうそう。ちょっといろんな個性豊かな巨人が、まあ、すっぱだかで入ってくるわけですけど、私はこのオーディションはどんな感じだったんだろうと、まず思ってしまいましたが、大変でしたか。本当に個性的な方を選んでというか、個性的な方にお声掛けして、個性的な人たちが来たんですよ。うん、そんな感じしましたね。それが巨人だって。もう人間酔いするっていうんですかね。確かに。人間酔い。もうそれ見て、一日中いろんな人を見るじゃないですか。もうそれだけでもう胸焼けするような感じになって。いやー、でもね、特撮すごいですね、本当に。ここまでもう来てるんだと。本当一緒にやってる尾上という特撮監督と、まあ二人でやってたんですけども、まあ彼がいなかったらできなかったっていうぐらいな、すごいことなんですけども。いや、もう世界基準というかね、世界に出しても全然恥ずかしくないっていう。素晴らしいですよ。素晴らしいです。で、しかもそういう人間の巨人もいるんですけど、すっごく大きい、超大型巨人っていうんでしょうか。はい、そうですね。文楽人形を扱うような技術で、そうですね。撮影されたんですか。どういったものを。もう本当に文楽人形みたいな。後ろ、中に人が一人入るんですけど、それも、もう上半身だけみたいなやつで、それ後ろから黒子みたいな感じで、手足とか、頭の先とかを動かすんですよ。ターミネーターの1の時もそうでしたよね、あれ確かね。そうなんですか。で、人形浄瑠璃とかだったら、黒子で、黒バックだから見えないってあるんですけど、まあ我々の場合見えちゃうんで、そこは青いタイツを着た人。すごいですよ。やっぱ特撮にこう目覚めちゃったっていうのがまたいいじゃないですか、最初に。そうなんです。ここでまた原点に戻るわけですね。日本沈没にはまってしまった。これがまた。プラモデルのお城も爆発させていた子供時代の話を聞いていただいてよろしいですか。屈折してますけどね。やっぱり当時ご存知かもしれませんが、怪獣ブームだったんですね。怪獣ブームですね。もう、一週間でね、五、六本怪獣、ウルトラマンとかそういうアリューの番組をやってたんですよ。ミラーマンだ、スペクトルマンだとか。そうですね。それが一番ヒットして、だから昔だったらね、本当昔ってなんかすごいもっと簡単な時代っていうか、今妖怪ウォッチが流行ってたら一週間全部妖怪ウォッチみたいな番組になるので、いや、スポコンものってスポーツを根性でなんとか頑張るっていう番組があったら、全部それになっちゃうんですよね。野球だ、バレーボールだ、キックボクシングだって全部それになっちゃうんですよ。それ全部怪獣だったんですよ。で、当然そういう中で浴びるように育って、もうおもちゃとかなんか買ってもらったりしたのをある日、小学校2年ぐらいで全部親に捨てられたんですよ。もう卒業しなさい。ちょっと早いですよね。早いですけど。で、それでもっと怪獣じゃない、いい趣味を、いい趣味っていうか、勉強につながるような趣味をって言われて、その後がまず深海魚だったんですよ。怪獣に似てるような何か。深海魚ブームになって自分の中で。はいはいはい。でも、そんな友達誰もいない。ついてくる友達誰もいない。友達はみんな仮面ライダーとかやって、一人だけ深海魚。深海魚ですか。で、それも全部深海魚って大体水族館に行くと、見ちゃうじゃないですか。大体見尽くして、その次は今度白になったんですよね。白。白。やっぱなんかね、やっぱり怪獣の面影を追いかけるっていうか、うわ、でけえって見上げる感じが、やっぱ怪獣に近いなっていうか、ちょっと威張ってるじゃないですか、お城の天守閣って。そうですよ。
森の中になって現れたりとか、それはやっぱちょっと怪獣と近いなって思いがあって。あ、三浦純さんがね、仏像萌えみたいな感じですね。ゴムラと大阪城なんつったらもうベストの組み合わせですね。そうですね。最高ですね。で、その頃、よくよく考えると、そうなんですよね。怪獣って必ずお城壊してた。壊してですね。前田明が見に行ったっつんだから、次。次の日。大阪城壊れちゃったよ。なくなっちゃった。心配になっちゃって。で、見に行っちゃったっつんだから、ほんと。いい子。あったっつったんだ、前田明が。うん。そうですよね。いや、日本沈没ですか、はい、テレビ版があったんですか。そうなんです。今の、もうまさに TBS で。TBS ですよ。日曜8時から。日曜8時。しか知らなかったです。さようならと言わないで。五木ひろしさんが主題歌で。演歌なんです。演歌大会が。そうですか。そうです。見てましたよ。で、それで、その番組がまた、要は1週間に1本の1時間の番組じゃないですか。そうすると、1週間に一度どっかが沈むんですよ。沈みすぎ。大変ですね。博士がここだって言うとみんなそこにわーって行くと、そこにいるなんか頑固老人とかとちょっとしたいい話があって、でもその老人と一緒に沈んじゃうんですよ。そう。オープニングなんか鎌倉の大仏がこう傾いちゃったりとか、ガガガガと。面白い。そうですね。で、そうなると、いろんな日本全国の津々浦々の名所旧跡が多いわけですよ。絵はがきみたいなところが必ず沈むみたいな。そうすると、お城がやたら壊れるんですよ。そうですよね。特に姫路城が最初にまず姫路城が壊れるんですけど、姫路城でかいせいかなんかわかんないですけど、4週ぐらいにわたって壊れるんですよ。じっくり壊れる。もうじわじわもうね、ほんと子供が何ですか、砂場の城を壊すみたいな。どんどん削れてって、最後天守閣ガクンみたいな。すごい興奮して、それで、ただでさえ自分の城ブームがあって、城ブーム、さらにその、特撮だったんですよ。はい、親父とか、なんでこんなの、ウルトラマンが出てこない、ウルトラマンみたいじゃないかとか言って、なんか、大人の意見で冷めたことを言うわけですよ。夢のないことを。はいはいはい。そこがいいんじゃないかみたいな。お当時やっぱウルトラマンとかってやっぱだんだん予算がなくなってきて、野原でしか戦わなくなって、ね。ああ、なかなか難しくなっちゃって。オイルショットがあったり。昔はそのちゃんと建物を壊して、だんだん壊さなくなって、怪獣と取っ組み合いしてるだけでちょっと物足りなかったんですよ。その時、俺が欲しいのってのは建物が壊れるのが見たかったんだって。気づくわけですね、そこで。そう。で、それが結局、講じて、あの、城のプラモデルね、泣け出しの小遣い買って、城のプラモデルを作って、それをなんか爆竹で吹き飛ばして、わーみたいな。それ、確かに旗から見るとかなりね、心配になっちゃうような光景ではありますけどね。今近所にいたら、通報します。やばい子ですよ、やばい子。海外のものはどうだったんですか？特撮もので。その頃はね、まだな。それで、ね、やっぱ、一回のきっかけになるのが、やっぱ、スターウォーズが。スターウォーズ。それがね、小学校6年から中学校1年かけてだった。はいはい、スターウォーズがやっぱ来た時はね。でもあれがね、本当アメリカで公開してから日本の公開まで1年あったんですよ。これがキャンペーンがすごかったんだ。で、ずっと来るぞって、しかも1年あったから日本の映画界は何をしたかっていうと、偽物を作ったんですよ。ああ、出た。まさに今お世話になってる東宝さんが真っ先に手を挙げて。東宝さんが。東宝さんがですね、あの、惑星大戦争っていう。はぁ。スターウォーズの日本語訳ですか、そうなんですよ。まさにスターのウォーズを。ですよね。やって、東映は深作欣二さん監督で、宇宙からのメッセージっていうね。これが、宇宙からのメッセージです。それはね、内容としては、あの、宇宙版、里見発見伝なんですよ。うんうん、お姫様が助けてって言って、八つ玉ポンって投げると、宇宙暴走族とか、宇宙チンピラとか。そうなんか C3PO の偽物みたいなのが出てくるんですか？届くんですけど、でもそこでやっぱね、深作さんだったり東映だなと思うのは、宇宙暴走族なんですよ。真田広之さんが宇宙暴走族で出てくるんですよ。傑作だよ、ね。宇宙暴走族が革ジャンは来てるんですか？もちろんですよ。ただし、銀色なんですよ。宇宙だから。宇宙かけてますね。大地震とかどうだったんですか？大地震。大地震、見ましたよ。まあ、タワリングインフェルノとか、パニックモノ。まあ、タワリングインフェルノなんか、あの、ビルが燃えちゃうわけですもんね。でもね、俺、あの当時のパニックモノ見るじゃないですか。見に行くじゃないですか。一番かっこいいのってポスターなんですよ。タワリングインフェルノってもう、ビルが燃えてるの上からガーンって撮って、すごいかっこいいんですよ。本当皆さん今検索して、検索して見ていただきたいですけど。ところがそんな場面一つもないんですよ。え？それ期待してみちゃいますよね。すごいね。イラストレーターの方がものすごいタッチで描いてて。で、ものすごい迫力があるし、その画面を見に行くんだけど、それがないんですよ。ないですよね。ない。みんなだから消防士さんが下から見上げてて、それはそれですごい特撮をやってるんですよ。十何メートルのビル作って燃やしてたりとか。ね、そう。でもね、見たいのはね、ポスターなんですよね。それがないっていうね、その頃のアメリカ映画って、ポスターの絵がないっていうのが当たり前だったんですよ。
イメージですってことなんですかね。特に東宝の映画なんかそうだよ、もうチラシなんて。わけわかんねえもん。東宝とは。東宝とは。キャノンボールって書いてある。キャノンボールって字の上に人が何千人も並んでたりとかさ。バイクが飛んでたりとか、まあ、わかった。なんだこれ。もう出てこねえよ、これ。すごいね、もうその頃、ポスターでお客さんを集めて、もう、で、その後釣った魚には餌はいらないっていう、ね。もう本当に、もういかがわしい商売だった。今そういうわけにはいかないんだよね、こうやって。我々がこうやって真剣にですね、こう、ポスターの通りの、中身をね。作ったりとか。そうですね。いや、だけどこの映画の世界に潜り込んだっていうのが、いいですよね、監督。いろんな伝説をお持ちなので。はい、もう、当時ね、本当映画界はもう、僕は本当入った30年ぐらい前って、映画界ってどん底だったわけですよ。何やっても日本映画ってダメだって。みんななんか日本映画なんか見ないとかってバカにしてるような状態で。で、そういう時にもう撮影所に行っても誰もいないんですよね。誰もいないし、誰も映画撮ってない。やってんの、ほんと CM をちょこちょこっとやってるぐらいで。はい、で、そこにうちのおばが CM の、なんですか、消え物ってあるじゃないですか。消え物料理とか。食べ物。食品の系の CM のなんかそういうものを作る仕事をしてて、で、連れられて撮影所に行ったら、うわ、こう、ってゴジラとかやってたとこじゃん、みたいな。で、小学生の頃、それで、そのなんかこう、なんか おばが仕事してる隙に、うろうろして、してるうちになんかこうそこのおじさんたちと仲良くなって、はい、いいなぁ。でまた来いよって言われて、そのなんか社交辞令を鵜呑みにする癖があってでそのままでまたその後学校サボって行っちゃったりするわけですよ、でそうこうしてるうちになんかじゃあ手伝いみたいなのとか、あとなんかパシリですよね、はあれ買ってこいみたいな、タバコ買ってこい、はいわかりましたってこういい中学生になりこうタバコ買ってきて、はいはい、中学生で、自分は吸わないですよ、もちろんもちろん、でそのうち夜の5時ぐらいになって、まあ仕事終わると飲み会が始まると、そのじゃあおつまみ買ってこいみたいなで小遣いもらっていくわけですよ、でみんな今までその撮影所の近所にある酒屋にある、その乾き物しか食べない。先イカだとか、チーズタラとか。チーズタラ。行っても、このホテイの焼き鳥の缶。缶、ね、それストーブの上で温めてみたいな感じだったで、そこでもう、なんでいつもこれで飽きないのかなと思って、俺はふと、その撮影所から、成城学園の駅前まで行くと、ケンタッキーフライドチキンがあったんですよ。で、そこでバケツを買ってったら、バケツ、そこにいるおじいさんたちが食べたことなくて、ケンタッキーフライドチキン。なんだこれはと。うまいうまいってみんなこう、樋口これうまいぞって。ケンタッキーが。で、それでも、ヒューチやるなって、別にケンタッキー買ってきただけなのに。あいつはできると。勘違いされちゃって。それがアルバイトのきっかけになったんですか？また本当は、実は放送できないことが今から3分分ぐらいあるんですけど、それ飛ばしまして。すごいね。手ギトギトになりそうな感じもしますけどね。でも、そんなエピソードもあったわけですね。はい。さあ、どれ行こうか。しかしまあ、それが今のまあ、監督業につながっているわけですけれども。いや全然繋がっていかないですよ。そうなんですか？全く別なんですよ、これ。別に映画監督になろうとか、映画のスタッフになりたいとか全然思わなかったんですよ。おただ単に、撮影現場を見てるだけで幸せだったんですけど。それがどうして、なりわいに繋がったんですか？なんか、本当最初のゴジラ、最初84年にゴジラがまた作られるってなった時に、はい、宣伝で、それこそ今こういう風にある入稿書をみんなね。はい。持って、はい、それ宣伝でやってたんですよ、うん。ID カードがないとスタジオに入れませんって、見学者だから持ってないわけですよ、どうやったらそれが手に入るんだろうってみんなに相談したら、じゃあちょっとこっち帰ってここにサインしてみたいなんで、そのアルバイトで入ることになって、そっから現場ですか、ね、そうやっぱり見学したいし、すごい、だから本当見学者、未だにそうなんですよ、見学だすごい撮影が見たいだけなんですよ、すごい撮影が見たいっていう一心でやっていくと、やっぱりその、漫画読んだ、進撃の巨人の本当最初の頃読むと、表紙からして見たことないぐらい、すごいわけですよ。まあ別にそれ撮影するつもりも何にもないけど、これすごいなと思って手に取って読み出しちゃって、で、これの撮影現場どうなんだろうってこう、いや、未だにやっぱり。それをやっぱ実写化っていうかね、するっていうのはやっぱかなりハードル高いですもんね。それを自分にこう貸してクリアするっていうのは、すごいじゃないですか。すごいですよ。改めてでは、進撃の巨人のお話に参ります、ありがとうございます。気が拾っていただいてありがとうございます。向こうでプロデューサーがずっと睨んでるんで。
だっていよいよ明日ですから、はい、8月1日に劇場公開になりましたけれども、はい、なりますけれども、はい、5000万部を超える人気漫画進撃の巨人の実写映画です、うん、8月と9月に前編と後編が連続公開されます、うん、私はもう早く後編が見たくて、もう早く8月終わんねえかなと思ってねえ、もう早く楽しみでしょうがないんですけどね、うん、まあそのまあね、漫画をご覧になったことがないという方のために言うと、まあその、うん、巨大な巨人がいるという伝説があって、100年ぐらい現れなかったわけですよね。なんだけど、もう人間は逃げるために、まあ、壁を3時ぐらい作るのかな、で、まあ暮らしていたわけなんだけど、でもずっと安全だったわけだから、もういい加減いいんじゃないか、外に出てみたいな話があったら、急にこうガーンと巨人が現れて、安全神話が崩れたと、絶対安全じゃなかったのって発言になって、想定外だっていうね。そう、もう、どっかで聞いたようなフレーズがいっぱい出てきましたけれども、ね。町山さんがね、盛り込むわけですよ。そうですね、すごい自主的な感じのね。そうでしょうね。でも、あの、本当に怖いんですけど、人間をこう取ってね、食べるんですよ、でもその描写が本当になんか圧倒されて、物を食べるってこんなに変な話、浅ましいもんかってね、思って切ない気持ちになってしまいましたけれども、何が一番大変でしたか、今回の実写化で。まあ、あの、本当にね、あの、ご家族で見ていただける映画にするっていうのが実はテーマだったんですよ。あの、最初はね、やっぱり読んだ時にその刺激的内容で、これはもう表現の限界に挑戦しようと思ってたわけですよね。ところが、その、だんだん漫画が進むにつれ、アニメが出来上がって、アニメが大人気になってくると、そのファンがね、変わってきたんですよね。最初の頃ってやっぱりそれこそね、俺とか町山さんみたいなマニアックな、おっさんどもがうへへとか喜んでたわけですよ。それがやっぱり登場人物かっこいいとか、リヴァイ素敵的な、そういうなんですか、その、登場人物に対する、あの、疑似的な恋愛感情を抱く、その、若い女の子たちがすごい増えてきた。ちょっとライトタッチな感じの方も増えてきた、まあ少年たちがかっこいいとか、あの女の子がかっこいいとか、そういう、なんですか、その、キャラクターが好きっていう人たちがすごい増えてきて、年齢層がどんどん広がってきた。それはやっぱすごいなと、国民的な、だから最初は5000万部じゃなかったんですよ。まあ、数百万とか、そのぐらいで始まってたんですけど、やっぱどん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 増えていくじゃないですか。5000万部だもんな。5000万部だね。信じられないですよね。そうなっていくと、やっぱりその、いろんな人に見てもらわなきゃいけない。だけど、その、なんだろう、一番最初にあるその、世界は残酷とする、やっぱ残酷でなきゃいけないし、そのために主人公たちは一生懸命立ち向かうっていうのがなきゃいけないんで、そこを、きちんとやんなきゃいけない。はい、だけど、あの、PG12 といってですね、あの、いろいろ基準があるんですよね。R15 っていうのは、あの、15歳以下見ちゃいけない、それより下にしなきゃいけないんで、PG15 って言ったら、その、ペアレンタルガイダンスというですね、あの、親御さんがいいですよって言ったら、子供でも12歳以下でも見に行ってもいいという、そういう、あの、条件付けがあって、そこに持っていくために、やっぱりすごい、表現、どこまで表現していいか。それほんと細単位だったり、血の色だったりとか。ああ、なるほど。飛び散る範囲だったり、細かさだったり、それ全部その確認して、あの、OK をもらいながら、このぐらいどうですか、やっぱダメですよ、ですよね、ってもう一回やったりとか。そうですね、すっごい繰り返しさせていただいて、それで、OK をいただいたというですね。だから、見て、うわって思うじゃないですか。でも、なんか、どうですかね、なんドキドキしたりハラハラはするけど、なんかその後もう嫌なもん見ちゃったっていう感じにはならないようなギリギリを今目指してたんですけど。いや、本当まさしくその通りでした。ですね。あの、びっくりするようなシーンもありますけど、それで嫌な気持ちになるんじゃなくて、人間の怖いもの見たさのところをうまく刺激してくれる感じで、もう早く次が見た、早くハラハラさせてほしいっていう気持ちがもうどんどん盛り上がっていく映画でしたね。そうでした。あの、これはあの、変な話、お孫さんとかお子さんと一緒に見に行って、欲しいかなと思ってしまいました。夏休みの本当大エンターテインメントだなと思って。本当に僕らもね、子供の頃見た怪獣やって、正直怖かったんですよ。まあ、映画館という暗闇の中にお父さんとか連れられて行って、本当僕ら見たね、フランケンシュタインの怪獣、サンダタイガイラ。サンダタイガイラ。もう本当に怖かったんですよ、そういうのは。結構そのホラーもの、フランケンシュタインがでかいんですよ。でかいですよ。しかもさ、海から出てきて、なんか、髪の毛に昆布とかついて、昆布とか藤壺とかついてて、すごい怖いんですよ。でそれと兄弟で戦う、それと、あの、海彦山彦の話をベースにしてて、
それ、海のフランケンシュタインと山のフランケンシュタインが兄弟喧嘩するって話なんですけど。これが三田対ガメラですよ。変わってるなぁ。それがすごい怖くて、で、原作の伊佐山さんもそれを子供の頃見て、やっぱそれがやっぱり心に残ってるらしい。で、僕らもそう。で、年代全然離れてるんですよ。親と子ぐらいですよ。20代ともう、もうじき50ですよ。ですけど、やっぱその辺でね、同じものを見たっていう、なんか、一致点っていうのがね、共通ツールですよね、そうですね、それが原点とお互いになっているってことなんですね、はい、ですよ、それはもういよいよですよ、いよいよ明日でございます、はい、あの玉結びでおなじみの映画評論家の町山智博さんと、あと渡辺裕介さんの脚本となってますから、うん、まあ、玉結びの、まあ、兄弟映画と言いまして、ね、ピエール滝さんも出てますよね、滝さんもかっこよかったです ね、似合う、うん、ああ、最高。じゃあもう本当兄弟映画だね。本当その通りです。業務提携だね。業務提携。スピンオフみたいなもん。玉結びのスピンオフ映画です。あ、そうです。わ、巨人が窓の外に。怖い。やめてという気持ちになっちゃいますけれども。改めて、進撃の巨人アタックオンタイタン、明日8月1日から全国の劇場で公開されます。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。そして、9月19日土曜日に、進撃の巨人の後編が公開されます。前編をしっかりご覧になっていただいて、9月の後編に備えてください。さらに2016年には12年ぶりに復活しますゴジラ映画の新作が公開予定です。いいね。脚本総監督が庵野さんですか。そして樋口監督は監督と特撮監督を兼任されているということです。このゴジラもかなりのものになりそうですね、いやー、今ちょうどね、タクシーで、普段タクシーとか使わないんですけど、もうだから今ゴジラの準備をしているところから来た。でこれまた戻るんですよ。戻るんだ。じゃあまたゴジラの方に。ええ、あの多分これを聞いてるんで、今ゴジラのスタッフが今から戻るからね、私物化するなんて業務連絡みたいな。オープニングからいいね、じゃあまた来年ゴジラのね、そうですね、日が近づいてきたらまたよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。明日の進撃の巨人、ぜひ見てください。樋口監督、ありがとうございました。ありがとうございました。